はい、左上がラストリコレクションの PS4 プロで、プレイしたもの、はい、左下がラストリコレクションの PS5 でプレイしたもので、右上がリコリスを、PS4 プロでプレイしたもの、右下が、PS4 のリコリスを PS5 でプレイしたものになっております。はい、ありがとうございます。はい、でここがゲームスピードの比較になるんですけれども、はいはいはい、まあ、同じ二刀流とっても全然バトルスピードというか、ソードスキルの発動速度も変わっているのが分かるかと思います。はい、で一応分かりやすいようにもう一つ槍での比較も用意しましたが、まあ、左側の通常攻撃も非常に速いというようなところがお分かりになるかなと思います。はい、はい、そしてロード時間に関してなんですけれども、こちらも比較しておりまして、まあ、比較すると一目瞭然かなと思いつつも、まあ今回ですね、ちょっとラスコレに関してはリコリスから作り方を少し変えておりまして、はい、リコリスに関してはもうまとめてマップをロードしてから始まるというところで、ちょっとロードが長めになってしまった部分があるのを、はい、今回ラストリコレクションではですね、歩きながら、ロードを行うような形に変更しているので、まあ、はい、PS4 でもこのような形で、リコリスの PS4 版をPS5 でプレイした時よりもロードが早いというような形になっております。ただそこにリコリスの方がファストトラベルは、はい、実はリコリスの方が早かったりするので、そうですね、まあ、そこは作り方を変えることで